からここには手すりがついている理由でございますけれども、これは3層目のところが角度がきついということもあって、それで法令上どうしても手すりが必要になっています。この新国立競技場の工事現場でですね、若い方がお亡くなりになったということで、これは10月の6日に新宿6所の方から労災認定を正式に受けました。またその前のですね、9月の29日厚労省で公表された労働時間にかかる調査の結果ではですね、大変残念ながら違法な労働時間があったということで、時間外労働についての事業者について監督指導があったということです。これは大変我々としても、発注者としても、それからこれは元請けのその体制建設としても非常に重く受け止めておりまして、できることをですね、こういうことは二度と行わないように対策を打っていかなきゃいけないと思っております。それから我々としても毎週毎週、私も毎月1回金出てますけども、体制建設側の方々と我々と、この件も含めてですね、労務管理、それから健康管理ということで十分留意しながら作業をしっかりと工程に従って進めていくということで確認をし、法令遵守について、こちらの方からもお話をし、体制建設さんの方も、それを遵守するすべく一生懸命努力をしているところでございます。こういった事案ですね、大変遺憾で残念でございます。ただこれも真摯受け止めまして、JC としても体制建設としても、十分これからの工事に当たりましても意を尽くしてまいりたいというふうに思ってございます。